リクガメのまさこレイディオ。まさこレイディオ、朝のまさこレイディオ始めたいと思います。よろしくお願いします。まさこら、イエーイ。おはよう。ございます。引き続きまだ和歌山に。和歌山じゃない、どこにいんねんお前は。だいぶ遠いな。山梨に今おりましてですね、私はここはフィールロックカフェでございます。そうですね。そう、昨日ね、あの宿で、はいはいはい、ヨロと、はいはい、あの部屋2つ取ってたんやけど、2つ取ったの。なんかギョロが怖いっつって、結局怖いことある、結局布団持っていや何着て怖かった。あ、そう、でも分かるよね。お、すんごい雰囲気あった、雰囲気があった。あ、そうで、あのガース兄さんもいたから、はい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 、うん、あのほろ酔い持ってこいっつって。あ、そうなんだ。ちょっと飲んでたんだ。そうそう、ほんとよかった。二次会。あ、よかった、それはよかった。部屋でひっそりして、めっちゃ真面目に話してたよ。すげえね、それをラジオにしたかったぐらい、うん、いい話。ラジオも撮ったけど。あ、ほんと、うん、すんっげー弾き語りについて。川瀬さんめちゃくちゃいい人だからね。めちゃくちゃいい人、すごいいいしね。メメターの聖子に似てるし、似てるしな、それは、うん、それは似てるわ。ほんで、それを経て今日朝、おはようございます。おはようございます、ね、翌日です、今。はい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 、はい、16日翌日でございます。で、あんた、うん、それ何やの、さっきから。これ何やったっけって言ってずっと2日目って言うんだけど、いや、何回聞いてもそれないから、そういう聞き覚えないやつやな。うん、思い出したら言ってくれ。ほんで、田中君は、あなた、3日間お疲れ様。ありがとうございました、本当に。お世話になりました。田中企画ね、3日目うちら出させてもらったけど。本当ありがとう、楽しかった。3日目のリハから声、ひどいもんでしたね。ひどいもんでしたよ。どうやったらこんなことになるのと思ったけど、昨日あのライブを一部始終、あのスタートから全部見てて納得した。ガヤでも全力出してる。ガヤで潰してるねん。静かに見てりゃ、静かに見てりゃいいのに。演者よりうるさい。まあまあ、そりゃカラスはっていう。そうですね。心配だったよ。ご迷惑かけました。しかも3日目なのにちゃんとリハやんのが偉い。それは確かにそうやわ。まあな。確かに。毎日毎日一生懸命やらせていただきました。で、あなたここで寝泊まりしてたんですか？そうですね、3日間ずっと。で、今朝来て、起きろーっつってラジオ無理やり撮らしてるわけですよ。ありがとうございます。うん、体やばそう。ゲロゲロですよ、ゲロゲロです。何時に寝たの？わかんない、でも2時、2時とか3時とかだと思う。結構日本酒やっちゃってね。そう。あ、そう。何かないで始まっちゃったんですよ。朝ぐらいまで起きてたわ。あ、本当に？そんな起きてた？4時ぐらいまで起きてたね。そう。楽しくなっちゃった。いや、楽しかったね。いや、よかったです。本当にありがとうございました。本当に。いや、マジいい日やったよ。いい日だったね。っていう 日を、話を昨日もガース兄さんと。あ、本当に。わ、それ嬉しいですけどね、本当に。よかった、本当にもう。ありがとうございました。いや、やっぱね、真面目なこう、熱い思いをさ、うんうんうん、もう持ってるからさ、みんなさ。ね、みんな良かったね。本当にみんな素晴らしかった、昨日。あの、ストレートに歌を歌うってこんなに素晴らしいんだなって思ったね。うん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 。やってないやん。やってないやん。何を学んだような言ってんだ、お前。全然、ストレートさがまるでないねん。いつまで変化球投げてんねん。どっか、お前は。ちゃんとやれよ。一番真面目でしたか一番真面目でしたか。多分ね、取り組み方に関しては一番真面目だったよ、うん、真面目で。そうっすね、それは絶対そうですわ、うん、確かに確かに。知らんけど知らんけど俺も知らんけど、うん、なんかもう本当にいいライブすんな、なんか人って。で、まあね、やっぱね、このこんな中でライブをできる、ライブしようっていう人のその熱をね、より感じるようになっていくね、日が経つにつれ。確かに確かに、そうだね。うん、もうあの感動したのね、ちょっと一組目の村田くん。うん、村田壮太郎。そうそうそう、壮太郎、よかったな、熱かった。さ、あの音楽、ちょっと全部忘れちゃったけど、うんうん、一言一個覚えてないけど何も覚えてないけど、まあ響いたんですね。そう、最後から2番目の曲、はい、そのさ、本当に思ってることをさ、はいはいはい、まあ、叫びみたいな感じで言ってるのとかで、ちゃんとみんなそういう気持ちを持ってさ、うん、来て ね、 そうね、なんで呼ばれたんかなと思ったもん。逆にな、まあな、いやけどよかったと思いますよ、うん。なんで1日目じゃなかったんだろうねっつってね。うちが言ったからさ、そうそう、ギュンが選ばせて3日間あって、うん、
そうそう、女子枠じゃなかったんだねつって。確かに、ね、女子枠でもよかった。初日みんな女性だったんですよ。女子枠の方が全然馴染めたから、そこでも面白かったかもしれないけど結構、ね、うちらしれっと馴染んでどうもっつってねどうもっつってね言うとりますけどねそんな感じなんだ。初日そんな感じじゃなかったから初日いらなかったわやっぱり改めてどうでした、なんか3日間やってそのハイライトみたいになりました、ハイライトなんかこう嬉しかったこととか。どうだろう、まあけど3日間無事開催できたのが何よりでしたかね。やっぱギリギリやったよね、いろんなとこから来ていただいたし。いやそうそう、ギリギリやったもんね。昨日もやれるか分かんないみたいな話はあったから、覚悟したもんね。そう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 。いや開催できたことがまずそれが本当にそうかな、それが全てだと思う。よかったと思った。うん。2日間オフになるかなって。ねえねえ、そうそうそう、決めてもらってるものをねバラしちゃうのも申し訳ないから、うん、このご時世だし。いやでもねやっぱ思ってるよりそのやっぱ主催の気持ちめちゃくちゃわかるからもうこっちとしてもマジでギリまでどうなってくれてもいいよっていう気持ちは最初からあったからね。ありがとうございます。田中結構誘ってくれてさ、でもやっぱこの、あの宣言の中が多かったからさ、そうね、そうそうそうね、延期だったりとかさ、あったあったそう、うん、でもちゃんとリベンジするのも偉いし、最後までちゃんと絶対やるって言ってね、それぐらいしかもうバカやから、そのあー何言ってんの褒めてるのかと思ってたの急に悪いこと言うの、うん、バカだからじゃないですよ。バカしばゴリラ、バカしばゴリラ、悪口ですよただの俺人じゃねえじゃんだとしたら、おい寝起きでそんだけ突っ込められてすごいな何褒められてるんだよ俺、すごいわ君は、まあまあ、ツッコミ右からずっと言ってるツッコミがすごい、ね、相手が誰でもどんな雑なこうなんかその玉じゃなくても拾うやん、小石ぐらいでも拾うやん、まあ、なそういう存在ってやっぱねいるよ、バンドマン界には重宝されるよ。あそうですか、田中がおったら大体拾ってくれる本当に拾ってくれる気になるな、やっぱりこの前からゴミ拾いから気になるね、やゴミ拾いから、ね、この前拾う気になるな、拾うと拾う ね、 ね拾うなんですね、やっぱ拾うなんですね、掘るとか言うし、あーね言うな、ゴミ掘るって言うな言う、うん、ねえ芝ゴリラくんね、おいそこでなでも結構来てるよな井村、来てますね、月1回ぐらい来てるんで、なあいいね、いいところでしょうけどすごく、うん、来るのわかる、くんたさん、くんたの兄貴も、うん、ここの店長か、そうそう、店長、そうそうそう、店長のにのポジションなのかな、くんたの兄貴は、うんうん、おもろいな、あの人ほんまに面白いね、なんなんやろ、あの空気感、初めて会ったわ、あんな不器用な人いないけどな、ほんとにな、あれ、もう器用なのか不器用なのかってジャンルレスやもんね、もう入りからずっとギョン、ギョン、ずっと言ってたな、うん、ずっと言ってたもん、あれ、ホームページあれ、打ち間違いじゃなかったんすよわざとやってんのかっていうの、ギュンなんすよ、みたいな、ね、まあまあまあ、それはどっちでもね、みたいな、うんうんうん、どっちでもじゃないのよしかも、ギョロンなのよ、ちゃんとやってくれこの日、ギョロンなのよ、一日中ギョンって呼ばれてましたけど、いやそうですね、最後までそうでしたね、一回なんかギュンって言ってからギュン、ギョン言い直したもんな、いやいやギュンでやってんねや、わざとやめちゃくちゃおもろいな、オーナーのミヤさんにも会えたし、あね、ミヤさんもおとぎがあるから、この後湖飛び込んでこうと思う、いやそうですよ、そう、それもすごい楽しいと思うよ、絶対にマジで楽しみですね、え、田中くん行かないの、俺は行かないです、すいません、え行かないよ、マジ、いやいや普通に行かない、それはごめん3日間のいろんななんかその泥を流せよ湖で、いや風呂入るわだとしたらめっちゃ待ってるあとさ配信のアーカイブ見たのよ、はいはいはい、自分たちの見てたな、あ本当に、うん、あの思ってた以上に君たちのガヤ入ってんね助かりました助かってるよ、結構聞こえる、うん、受けてんなっていうのが伝わってましたよ、しかも君さ受けた時めちゃくちゃすごい高速で手叩くから、あそれは知らんねん、もうめちゃ今もやってたよ、なんかもうなんか感情が全部拍手分かりやすいすごい速いのよ、すごい速いの、知らんねん、笑い声より聞こえんのよ、まあ、まあいいこれぐらいのなんかおもちゃみたい、猿の、うん、猿のうんじゃねえよ、納得すんの、うん、ゴリラよ、どっちかそんなおもちゃねえだろ、配信でそのさあそうなんだ、すごいな、気持ちよくなった、じゃあその臨場感も伝わってほしいって、配信見てくれてる方もね、ね、伝わってほしいですけどね、うん、それぐらい盛り上がってたっていう、いや超楽しかったっす、マジいい夜でしたね、超楽しかった、本当にありがとうございました、やりがいある夜でした、本当にもう、まあ、また湯村の方も来るとギョロンで来ていただければね、ギョロンでね、そうそうそう、決まりそうなのか次、いや決まらん、うん、決まらんけど、まあなんかタイミングがあればね、ま、
ヨロがようやくやる気になってくれたから。ようやくって今回は経て。ああそっか。だけどいい、すごいいいライブでしたからね。いろんなとこでやれそうな。ねえ、なんか初めてじゃないかないぐらいのってガース兄さんも。いやけど本当それはめちゃくちゃ本当そう思ったね。それも普段からのねサポートの力があるから。それ本当そう、ヨロさんが本当に。あのねが運転もさして、うん、何から何までやらして。何から何までよ。ずうずうしいですよあなた。感謝しなさい、もっともっと本当に。にじみ出すぎてるもん、感謝が全身もうあざとなって、あざになっても出すぎて、感謝しすぎてあざで伝えない心配になるわ、まあ、増えとんな大丈夫かな、また感謝されてるわっつって思えるからあざ見てあ面白かったですね、うん、いい朝ですね。いやそうですね、気持ちいいですね、うん、なんか割とうち普段よく寝るから、はいはいはい、叩き起こされて、うんうん、ああもうちょっと、ちょっと寝させてっていうタイプだけど、はい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 、なんか今日田中がもう絶対にもう死んだように寝てるのを見て、うん、むっちゃなんか起こすの楽しかった人を こう無理やり起こすやめてくれよ、絶対起こされてない状況で起こされ、起こすのすごく嫌でした、うるさいなめちゃくちゃおはようございますうるさいなと思って朝一番会いたくない人だ、起こしがいのあるあ起こしがいのある、うちも嫌やもん、自分が寝ててこんなん来たらほんまに嫌やもん、うん、おはようございますうっとうしいわ田中やったらもうほんまに あざ作ってもらう感謝してん、うん、感謝してんやん、あざ作ってたら自分にも相手にもあざ作ってはあ、楽しかった、楽しかったですね、うん、楽しかった、またやろうな、まあそうね、ありがとうございました、うん、本当にまあまあ田中も なんやかんや言うてな、なんかやってるもんね音楽ね、まあそうですね、うん、やらせていただいてます、いろんなところでやっていこうなね、本当そうですね、うん、やって いけばあの不思議とこう自然と強くなっていくなっていうのは分かるよね、うんうんうん、分かる分かる、ステージ立ち続けるとね、時代が変わっても変わらんからね、ステージはね、うん、本当そう思う、うん、それはやっていきましょうよ、やっていきましょう、よし、同い年やしな、ね、これからもよろしくお願いします、うん、お願いします、ありがとう、ほんまに昨日みんなになんかあのいじられてたと思いきや、うん、最後の田中のステージの時に、うん、あの今までいじり合ってたその後輩たち、うんうん、若い子たちがさ、うんうん、もう本当に最前のお客さんよりも最前の、まあ、もうステージの袖って言わんばかりのところでさ、うん、もう固く拳をこうってやりながら聞いてるの見て、あほんまに慕われてんのや、ほんまかなおい疑うなよ疑うなよ、3日間やってんねん、うん、ほんまにちゃんとなんか慕われてんねんなって思って、なんかちょっと微笑ましかったよ、あありがとうございます、うん、ここでステージ降りたらもうなんか やじ飛ばし合って、うん、なんかバカだのボケだの言ってさ、ね、でもステージではちゃんと尊敬し合ってんねんなって、あ、まあ、田中が尊敬されてるかは別として、いやいや尊敬されたらその固く握った拳の話しろよ尊敬してただろうが裏付けだろそれ、おい何見てんねんお前は、私がやるわラジオに一人おったらかなりやりやすそうだ、あ本当、うん、ありがとうございます、ショーが拾われへんかった玉とかも全部なんか横からスッとフローブ、スッとフローブ出して差し出して、うん、差し出して、そうショーももう審判としても全部スルーよ、うちの雑なボケとか大体スルーしてもう慣れちゃってるんだろうね、ショーさんぐらいになるともう、そうわざわざもうこれはいいやみたいな、お前だけは慣れるそうね、そうですね、慣れてスルーだけはね、あ甘えんなよ、そう、あいい、もういい感じですね、そうですね、もういい感じでしょう、うん、じゃあまたやりましょう、なんかあるライブ次、まあ大丈夫です、大丈夫、うん、なんか SNS をチェックしてください、田中高美です、あの芝ゴリラとしての活動はやっていかないわ、やっていかないの、やってないし昨日も3日間もやってない芝ゴリラとしての活動は田中高美でやってんだから俺人だから一応、うん、田中高志で、うん、名前間違ってるね最後に、失礼だな田中隆でした。ありがとうございました。あれやるよ。そうね、あれやな。ほな皆さん、わさこらさっさっさ。言わな。うん、分かんなかった、ごめん。ほな皆さん、はい。わさこらさっさっさ。ありがとうございました。